平野紫耀テレビ局からオファー殺到。主演をして欲しいイケメン業界内でぶっちぎりナンバーワン。ジャニーズ事務所の看板タレント、スノーマンのメグロハスが現在大きな試練に立たされています。かつての勢いから一転、困難な状況に追い込まれているのです。この変化の背後には、ジャニーズ事務所を取り巻く性加害問題が影響していると言えるでしょう。 広告契約が次々と打ち切られ、テレビ出演が制約されるなど、ジャニーズタレント全般に厳しい時期が訪れています。メグロハスも例外ではありませんでした。彼のキャリアは順調に上昇していたものの、その勢いが一瞬で崩れ去りました。特に彼が主演を務めた TBS 系ドラマ、トリリオンゲームは大きな失敗作となりました。 このドラマは視聴率が低迷し、評価からはメグロの演技に対する批判も多く寄せられました。サイレント、フジテレビ系での評価も水泡にしました。対照的に同じジャニーズ事務所を離れた平野市用には、今、ハリケーン級の後期が訪れています。 東山則り新社長がジャニーズタレントに対して辞める圧力をかけないと発表したことで、平野耀は再び地上並みでの活動が可能になりました。これにより、テレビ局はジャニーズ事務所の了承を待つことなく、飛べタレントである平野にオファーを出しやすくなりました。また、平野は実績も豊富です。 ジャニーズ事務所を離れる前から TBS 金曜ドラマ枠での主演など多くの成功を収めており、視聴率の面でも目黒を上回っていました。花のち晴れから花男 NEXT SEASON ケラ、t b s 系、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系など、彼の出演するドラマはヒット作が多かったのです。 そのため、平野に対するテレビ局からのオファーが増え、業界内で注目を浴びています。今まで圧倒的な存在であったメグロハスも、急速にその地位を平野仕様に譲る状況となりました。平野がジャニーズ事務所を離れたことが、彼にとっての新たなスタートとなり、テレビ業界内での注目を浴びています。ジャニーズ事務所を離れた平野仕様は、 テレビ局から多くのオファーが殺到し、業界内で大きな注目を集めています。一方で、かつて一番の有望株とされたメグロハスは、ジャニーズ事務所の性加害問題や主演ドラマの失敗により苦境に立たされています。これまでの勢力図が一変し、平野紫耀が新たなスーパースターとして対等する様子が見受けられます。 今後の彼らの活動に注目が集まることでしょう。結論。ジャニーズ事務所内のタレントたちにとって、現在は試練の時期と言えるでしょう。性加害問題による広告契約の打ち切りやテレビ出演の制約が多くのタレントに影響を及ぼしています。その中で、平野市用とメグロハスのキャリアは対照的な展開をたどっています。 平野の仕様はジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切りました。彼の実績や演技力が認められ、テレビ局からのオファーが殺到している状況は、彼のキャリアにとって大きな転機と言えるでしょう。一方、メグロハスは性加害問題と主演ドラマの失敗に苦しむ中、その地位を急速に平野に譲る状況となりました。 今後の彼らの活動に注目が集まりますが、平野紫耀が業界内で注目を浴び、テレビ局からのオファーが増えていることは明白です。ジャニーズ事務所外の舞台で彼の新たな成功が期待されます。